今日どっちにするか、それが問題だ。じゃあ外に行かない方がいいよね。いらっしゃいませ。一名様ご案内。あ、無意識にお店の中に入っちゃった。でもまあいいか。すみません、おすすめをください。おすすめね。さーてどうしたもんか。困っちまったな。このサンライズ食堂店主ビルト、お客様にはおすすめのもんしか出してないもんでね。その通り。お嬢ちゃん、腹が減ってんのか。お、はい。お腹と背中がくっついて今にもペラペラになっちゃいそうで。そんなにか。面白い、気に入った。お嬢ちゃん、名前は？エルメルディア・フェリクセル。おお、フリクセル。フリクセル？フリクセルってまさか。
お嬢ちゃん、あのロロナさんの妹さんか何かなのか。いえ、娘です。ロロナは私のお母さん。娘。へえ、そいつは驚いた。実は俺の師匠はロロナさんの幼馴染でね。そうとあっちゃ、超おすすめの料理を出さねえと。ちょっと待ってろ。よし、できたぜ。ビルト特製ハンバーグ。さあ、食ってみな。さんの娘からお代をもらうわけにはいかねえからな。いやいや、さすがにそれは払う、払いますって。いやだ、絶対受け取らねえぞ。まあ、じゃあこうしよう、ルルアちゃん。またうちの店に飯を食いに来てくれ。ルルアちゃんの食いっぷりは見てて気持ちいいからな。だからちょこちょこうちに来て、さっきみたいにもりもり飯を食っていってくれよな。言ってんだ、遠慮すんな。うまいものを食ってりゃ心も豊かになるもんだ。だからサンライズ食堂よろしくな。決まってるのか？決まってないならここで食ってきな。どれにするんだ？
いか。ありがとうな。これでいいか。ありがとうな。これでいいか。ありがとうな。これでいいか。ありがとうな。また来てくれよ。Thank you.